かつての俺たちは孤独で愛に飢え憎しみを募らせたガキだった。俺たちは互いに違う道へ行き戦った。だがナルト、お前は決して俺を切らず、ずっと俺の心に近づいてきてくれた。俺に憎しみをぶつけてきてもおかしくなかったはずなのに、お前は俺のことを友だと言ってくれた。そしてどんなに傷ついても俺を友として止めてくれた。お前のおかげで俺は救われた。いがみ合ってたちっぽけな俺たちが、今は互いの心を痛み合うことができる。このことは俺たちだけじゃなく、もっと大きなものにも言えることなのかもしれない。ま、はっきり言って、本来ならお前は強制的に投獄される身だったから、お前が免責されたのは無限つくよみ解除の功績も大きいが、六代目火影が俺になったことや、ナルトの嘆願によるところが大きかったこと、忘れないように。これからはあまり無茶しないでよ。俺の責任になっちゃうから。ああ、すまない。どうしても行っちゃうの？今の俺ならこの人界が、この世界がどう見えるのか知りたいんだ。あの、私もついていくって言ったら？罪を償う旅でもある。お前は俺の罪とは関係ない。関係ないか。また今度な。ありがとう。お前まだこんなもん。これを返す。お前との本当の勝負まで取っておいてやるよ。だが、お前のようにはなかなかできるものじゃない。そう簡単にはいかないだろう。それは祈りにも似た思いだ。それでもそれができるまで耐え忍んでいく。その様を任された者たち、それが俺たち。ナルト、忍者なのかもな。創世に始まり、大続きを経てもなお、やむなく続く連鎖がある。忍びとなり、一族となり、里となった糸まですら、戦乱は絶えることなく、なおも高ぶり、そして憎しみは広がる。かくてかの二人もついに立ち、戦い続けた。されど、わずか一人が忍びの者、連鎖を断ち切り、先を開く。友を作り、友を追い、友と挑み、友と結ぶ。その意志は、やがて忍びを包み、世界を包み、
憎しみを包み、新たなる道を示すものとなる。ここに忍びの道極めし忍法帳は成就に至る。さあ、今こそこの書に名を記そう。その名は渦巻鳴門物語。木の葉舞うところに火は燃ゆる。火の影は里を照らし、また木の葉は芽吹く。